さあみんな集まったところで今日はどのお酒からいきましょう。はい、じゃあ私選んでいいかしら。はい、やっぱり男しかいないわ。男なきでいきますか。男なきでお願いいたします。これはいいお酒ですよ。ジュンジュンね、男なきとか好きそうじゃない？なんかもう濡れるの大好きです。ちょっとジュンジュン、いい加減にしてくださいよ。ちょっと何言ってんだよ。お酒が入りすぎました。競馬大好き美人ママと熱い馬話。今回はわーすごい。競馬史に残る男なきエピソード。まあオペラ王が後押ししてくれたと思います。マイネル砲、マイネル砲がかわしてくる。一生もできない年がね、何年かあって、本当に騎手やめなくて本当良かったです。普通に恋をしたことがそんなに悪いことなのかなって今に言ってて、もうなんか本当かわいそうでしたね。皆様ハンカチのご用意を。スナック美魔女開店。ジュンジュンの好きな男泣きをじゃあタケちゃんから紹介してもらおうか。いいですか、うん、ほら男泣きといえばね、タケちゃん僕なんですよ。どれだ。そうだね、じゃあこれ行こうかな。じゃあ僕からこれ行きますわ。おい、うわおお、亡き愛馬に捧げる G1 制覇、和田龍二が見せた男泣きでございます。私あの10代の頃から彼を知っていて、まあ、10代の頃一緒に住んでましたからね。あれ、そうなの。競馬学校で。なんだびっくりした。何だよあの人。僕はびっくりした。テイエムオペラ王への誓い。テイエムオペラ王という和田龍二騎手。1996年、競馬学校を卒業した和田騎手。花の十二期生と呼ばれた世代の人。同期に福永雄一騎手をはじめ、ちょっと映さないよ。そしてJRA 史上初の女性3騎手など、話題が多い年のジョッキーデビューだった。その中にはあの方の初々しい姿。なんかちょっとイライラしてない？本当やだー。ジュンジュン今と全然変わらない。そんな和田騎手を語る上で欠かせないのがこの馬、テイエムオペラ王。大好きだったんだよね、テイエムオペラ王。1999年の皐月賞で。この皐月賞強いよね。これ強かったね。これ強い、うん、全く勝ってなかったですよ。あこれ負け。G1 初制覇を収めると、和田騎手とテイエムオペラ王の快進撃が始まる。名勝の塔に待って粘っている。内からつなんて外を通ってイーグルカフェ、成田トップロード、名勝の塔と1着2着名勝の塔を通して相手1着でゴール。この馬にはジンクスも馬場も距離も関係ありません。現役最強6連勝。2000年には確かにね、なんと重賞8連勝。ここ割ってくるのよ。ありまけない。すごいからこれ。そうなんだよこれ。すごいことができた。また名勝どこやこれ。名勝どこ。名勝どこ1着2着やわ。テイエムオペラ王だ。テイエムオペラ王、2020世紀最後、腐敗伝説を作りました。お見事テイエムオペラ王。年間無敗の偉業も成し遂げ、その強さからついた異名は世紀末覇王。かっこいい。その後も G1 勝利を重ね、そうねって言ってたんだね。総獲得賞金は当時最高となる18億円超えの快挙を果たした。
ります。北さんブロックまでゆっくりと、ゆっくりと。そんなテイエムオペラ王も2001年ゴール番を通過したテイエムオペラ王で引退。名称怒涛と一緒に引退式やった。あ、そう、そうだ。その全てに騎乗し愛情を注ぎ続けた和田騎手は、オペラ王にある誓いを立てる。いい VTR だな。オペラ王には僕はすごくたくさんのものをもらったような気がします。ただあの馬に何も返せなかったような僕自身がするので、これから一流の男となってあの馬に認められるような騎手になりたいと思います。どうもありがとうございました。オペラ王に認められる騎手になる。あの馬に認められるような。実はこの言葉の裏にはオペラ王の主戦騎手としての苦悩が。当時は若手だったこともあり、アグネスデジタルかテーマオペラ王か人を並んでいる。そうだ、アグネスにね、外から刺されたのよ。そうそうそう、アグネスデジタルかテーマオペラ王の4連覇の夢を阻んだ。乗り換わりを求められるなど厳しい声にさらされることもあった。いやいや、ちょっと結果が出なかったというか、ね、そんな周囲を見返すため次に G1 を勝つまではオペラ王には会いに行かない。ビクトリー入って菊花賞、この誓いを胸にその後の騎手人生を歩み始めた和田騎手だったのだが、外からは北斗スルタン、手がさあアルナスライン、浅草キングス、浅草キングス突き放すか。アルナスライン持ってきた、そうだ、いけいけいけ、ロックルカンプを加わってきた。浅草キングス一着。長きにわたり中央 G1 で勝てない日々が続いた。そんな中2018年5月和田騎手にある知らせが届く。テイエムオペラ王高い。一流の男となってあの馬に認められるような騎手になりたい。気がつけば誓いを立ててから17年もの歳月が経っていた。長いね本当に。オペラ王の旅立ちから1ヶ月後 G1 宝塚記念、和田騎手はミッキーロケットに騎乗。そしてこれが亡きオペラ王への誓いを果たす男泣きレースとなる。関が今馬体を収めて上半期のグランプリ、今スタートが決まりました。ほぼ揃いました。正面スタート前、里のダイヤモンド、ルメールは後ろから徐々に外に外にポジションを取っていくか。さあ先行争い、サイモン・ラムセスがじわっと、これは遅くなりそうです。竜号劇が2番手、そして内でストロングタイタン3番手、スマートレイヤーヒントも行きました。アッサイヒンがスマートレイヤー3番手、6万人を超える大観衆、拍手を浴びながら1コーナーを目指します。16頭、馬群全長15、6馬身です。3、4コーナー中間にかかっていきます。さあサイモン・ラムセスの逃げ、リードは3、4馬身、2番手ぴったり突能劇、そして手が動き始めたストロングタイタン、外から里のダイヤモンド、ね、このそう、ストリロスの内々を走ってて、外の馬はちょっと動いてるけど、馬なりで先頭に立っている、里のダイヤモンド、大歓声を受けて、第4コーナーから乗せて、出口を通って、ミッキーロケット、いや、それはいけるだろう、いいよ、もう一応通りながら、このダイヤモンドも来てるな。わーざー、わーざー来てるけどね。わーざー、わーざー、おー、そしてもう一個は、わーざーが、うわうわうわ、しのげる、しのげるか、おー、和田龍二、ついに、ついに、テイエムオペラ王の2001年天皇賞春以来の G1 制覇。長いわ。ワーザーの追撃を抑えて、ビッキーロケット和田龍二、久々のゴールできちゃってる、待望の G1 勝利、ビッキーロケットついに掴みました。
オペラ王以来ついに掴んだ久々の G1 制覇。実に2001年以来となる17年ぶりの中央 G1 制覇は、天国に旅立った盟友テイエムオペラ王に自らの成長した姿を届ける勝利となった。久しぶりの G1 勝利の味いかがだったですか？顔つきが全然違いますね。そうですね、もう、まあ、この一戦にかける思いっていうのがね、まあオペラ王が後押ししてくれたと思います。17年、非常に長い年月だったと思いますが、改めてこの勝利いかがでしょう？まあ、僕は若いつもりでいたんですけど、さすがにちょっと長すぎたんでね、まあ、勝ってオペラ王に報告したかったんですけど、まあでもやっとね、胸張っていきたいと思います。ミキの結果、見事17年ぶりの G1 勝利を果たした和田龍二騎手でした。大きな拍手お願いします。ちょっと泣いちゃうわ。これいい VTR だったな。これ編集、さあ皆さんどうですか、すごい、ね、この和田龍二ジョッキーのこのエピソード、これぞ男泣きでしょう。そうです ねちょっとママもう泣いちゃって、ママママどう？あのね、男の人が泣いてるの弱いんですよ。なんか私より弱い。本当にあのね、17年でしょ、はい、ちょっと時間も手かかったけど、ずっとオペラ王の名前出してくれてるのがオペラ王嬉しかったんじゃないかな。忘れられない馬ってことだもん ね、そのやっぱりこう若くて、あの馬に出会って周りからちょっと若いから乗り換えさせた方がいいんじゃないかっていう中で、師匠の岩本調教師はもうガンとして和田組んでいくっていう、やっぱりその師匠の思いにも応えたいっていう中でテーマオペラを乗り続けてきて、 G1 もちろんあれだけたくさん勝ったんだけど、やはり後悔するレースも多かったんですよね。その中でも有馬記念ですよね、もう4コーナーで四面楚歌で、実は和田君あの時もマークが厳しくてもう前も開かないんで、まあダメだって諦めた時にオペラ王が自らこう狭い間を見つけてそこに縫って出てきたんだって。でゴール盤過ぎた時に自分は諦めたのにオペラ王は諦めなかった、もう騎手として情けなくてもう涙が溢れてゴーグルを外すことができなかったんですって。で検量室前に引き上げてきた時にテーマオペラ王の足元見たらやっぱり馬群を縫ってきたからもう足元が傷だらけだったんだって。でもその姿を見た時にもう自分が騎手として情けないし、やっぱりテーマオペラ王にふさわしいジョッキーになりたい、男になりたいっていうふうに思ってずっとまあ引退してからもやっぱり歩んできて、その中で掴んだ勝利ですし、実はこ の, あのミッキーロケットの担当者の方は小中同級生なんですよ、和田君と。だから本当にあの同級生の橋本さん もう和田龍二で G1 を勝ちたいっていうような思いの中で送り出したんで、まあ、なんか全てにおいてあのミッキーロケットの勝利っていうのは大きかったですよね。キャプテン聞いた今の話。いや聞きました。どうですか？身につまされますね、はい、ただあの和田騎手はウィニング競馬でもインタビューですごく、ね、あのお世話になってるんですけど、はいはい、3分のインタビューを30分間ふざけ続けてるような人なんですよ。料金者だから27分カットね。そう27分カット、うん、そういう人がなんかこういう熱いねハートを持ってるっていうのがなんかより涙を誘うっていう感じはしますよね。あと一つだけあるのはあの本当に恥ずかしいんですけど、宝塚記念でワーザーの単勝を買ってた自分を殴ってやりたいですね。、はい、そうね、